新しいバイク買ったぞということで、新しくバイクを購入いたしました。車両は、ヤマハ、SR400、排気量波 400cc、4ストロークの単気筒バイク、見ての通りヴィンテージ感のある、クラシックスポーツバイク。1978年に販売が開始、オートバイの原型と評されるその美しいデザインで一気に人気者へ、2021年のファイナルエディションをもって販売が終了しますが、実に43年、半世紀近くユーザーから愛された、ヤマハを代表するバイク。それだけ歴史の長いバイクですので、様々な車体があります。エンジンは、40年間4ストローク単気筒を貫いていますが、燃料供給装置に、インジェクション、キャブレターの2種類が存在します。今回手にしたのは、古くからあるキャブレター車、エンジン出力を向上させるための改造を手軽に行える反面、インジェクションに比べるとトラブルが起きやすい側面があります。酸いも甘いも噛み締めることができるのが、キャブレター車の良さであり、悪いところでもありますね。購入した経緯は、ツーリングバイクが欲しかったから、現在私は、後に紹介する3台のバイクを保有しています。しかし、その中で安心して県外へツーリングに出かけられるのは、75cc のバイク1台だけ。これでは夏に企画している石川県はもとい、行ってみたい地方へのツーリングにも行けません。そこで上司が保有していたこの SR400、見ての通り、数年間放置をされていた状態であり、乗る予定もないそうなので、お譲りしていただくことに、正確には購入していますが、現在の中古相場を考えると破格も破格、FCR キャブやホイール、タンクなどのアフターパーツ、SR 関係の大量の書籍、これらもおまけで付けていただき、もはや譲ってもらったも同然です。しかし手放すと言っても、上司の SRI はまだまだ健在。手放すのであれば、大切にしてくれる人がいいとの願いがありました。ですが、そこに関して私は自信しかありません。私の保有しているバイクはすべて、交友関係からの譲り物、そのすべてを可愛がっており、手放す気などありません。それを近くで見ていてくれた方だからこそ、今回は譲っていただけたと思っています。その思いに感謝し、これから大切にしていきたいと思います。さて、なんか動画が終わりそうな話をしてしまいましたが、まだまだ序盤、車両をチェックしていこうと思います。まずはこのクラシックな見た目のメーター、走行距離は36,000km、元はバーハンドルですが、セパレートハンドルに交換がされています。私はカフェレーサースタイルに憧れていますので、このカスタムはありがたい。ショートリアフェンダーからなるフェンダーレス。そしてマフラー派、吉村、サイクロン。かっこよすぎんよ。みんな大好きな当時ものだぞ。リアショックは、オーリンズ、オイル漏れの形跡があるのでオーバーホールする必要がありますね。マスターシリンダー派ノーマルのままですが、ブレーキホースはメッシュホース。マスター派、ジャズに使っているやつを移植してしまいましょうか。ふふふ、冗談です。この年式の SR は、フロントはドラムブレーキですがディスク化されています。くっそ面倒な改造申請派済んでいるので、車検は問題ありません。フロントフェンダーもショートになっていますね。短いもの好きでしょうか。私はフェンダーのネームプレートが好きなので、いずれやりたいです。他に目立つカスタムとしては、このウィルクーラーでしょうか。SR は空冷エンジン。現在主流な水冷エンジンに比べ、停車時の放熱性が著しく低いです。上司はサーキット走行も言っていたそうなので、放熱性の向上のためつけていたのでしょう。私はツーリングバイクとして運用する予定なので、冷えすぎ、オーバークールにならないかだけ心配です。さて一通り見てきましたんで、次は簡単に綺麗にしましょう。放置車なだけあって、砂ぼこりもひどいです。本格的な洗車派、レストア完了後に行いますので、ここでは水をかけて流すだけ。さて、SR 見ていただきましたがいかがでしょうか。見た目の状態は良いとは言えませんが、個人的にはレストアが好きなので楽しみです。カスタム部品も、吉村やオーリンズなど高価な部品もついているのでありがたい。SR は車検こそありますが、非常に自由度の高いバイクです。おのおのがいろんなカスタムをして楽しむことのできるのも人気の一つでしょう。私は前述の通り、カフェレーサースタイルがとても好きで、過去に SR を買ってやりたかった時期がありました。そのスタートラインに今立っていますので、今後は全塗装を含め、いろいろといじっていきたいですね。いただいた書籍についても、しっかりと目を通し、1SR 乗りとして、有益な情報を発信できる立場でありたいと思っています。にしても、こんだけの書籍。上司は本当に変態です。しかも8割くらいは頭に入っているというだから。まだまだあの人には叶いません。さあ、最初に比べたら綺麗になりましたね。ガンガン水を使っての洗車派、レストア完了後に。そして申し訳ないことに、この動画内ではエンジンをかけることができません。SR の特徴である、キック始動をお見せしたかったのですが、現在、イグニッションコイルという、エンジン始動に不可欠な部品がついていません。
かったとしても、放置されたエンジンオイルでエンジンを動かすこともしたくありません。エンジンオイルの交換を別動画で上げる予定ですので、そちらで指導の様子はお見せいたします。さあ、最後に記念撮影を行いましょう。私の所有しているバイクたちを連れてきたいと思います。はい、ポンコツ通ります。現在のメインバイク、スズキ、アクロス。ツーリングバイクが必要になった原因。ですが、最近250キロのツーリングを無事に終えて汚名返上。やはりイグナイター修理が効いている模様？修理の様子はこちらの動画にて。次は現在のエース、唯一安心して県外に行けるバイク、ホンダ、ジャズ。フォアアップしていますが、まだ 75cc、行ける距離には限度があります。そういえば、ジャズも SR と同じキックオンリーの車両ですね。道路上でエンストすると焦るんだよな。そして最後に、ヤマハ、グランドアクシス。ニストの楽しさを教えてくれちゃった罪深き一台。現在2回目のエンジンブローの修理待ち。はい、これらが今所有しているバイクたちです。どいつもこいつも可愛い愛車です。動画では代わり番子に登場すると思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、ここからは後語り、今後の SR の方向性についてお話しさせてください。現在 SR は車検切れの状態であり、ナンバーも返納済みです。そのため、まずは車検を通すために整備をしていきます。ということで、車検を通すために行うことを確認。まずは油脂類、これは車検とは関係ありませんが、経年劣化するためブレーキフルード、エンジンオイル交換は必須です。そしてキャブレター、放置されたガソリンは外でしかありませんので、オーバーホールをします。次にタイヤ、フロントタイヤはひび割れことしていませんが、スリップサインが出ているのでアウト。リアタイヤに至っては、サイドボールのひび割れがすごく、スリップサインも当然アウト。サイドボールのひび割れは、バーストしやすいので早急な交換を。ブレーキパッドは残量がありますね。そしてダンパー関連、まずはリアダンパー、オイル漏れの形跡があり、完全に抜けていると思われます。車検においては、オイル漏れが確認できなければ大丈夫なので、一応通るでしょう。フロントダンパーも同様、こちらも、ダストシールの劣化が著しく、オイル漏れの黄色信号、車検は問題ありませんが、今後オーバーホールの必要がありそうです。動画ネタゲット。そしてチェーン、これも著しい欠陥はありませんが、使いたくはないですね。ツーリング前に交換はした方がいいですね。残す派と軽いですが、バッテリーも死んでいるので確認はその後。とりあえず、車検に必要な整備はこんなところでしょうか。サイレンサーの劣化によるマフラーの運用が気になりますが、事務課公認なので、大丈夫と信じている。とまあ、これだけの作業で済みそうなので良かったです。約1ヶ月後に車検を通そうと思っているので、早速今日から作業に取り掛かりたいと思います。それぞれ、作業手順の紹介として個別で動画化していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、今後も京介と、SR を含む4台のバイクたちの行く道を、どうか見守っていただけると幸いです。また他の動画でお会いしましょう。それでは。あれ？プラグキャップどこだ？プラグキャップがいない。あれ？イグニッションコイルってどこだ？ SR。タンクの下？プラグ、あれ？プラグキャップがなくない？待って、イグニッションコイルがいないんですけど、